はい。もともと、アーサナという言葉は、座法という意味です。だから、もともとヨガのアーサナっていうのは、座り方のことなんですね。でも、そこから、ただ座り方だけではなくて、体をしっかりと軽快に気を通していくような、いろんなポーズがどんどん発展していったんですね。それが今、アーサナと言われています。で、このハタヨガプラディーピカーという古い経典に書かれているアーサナは非常に少ないです。で、この他にもいくつか同じような経典があるんですが、それらが書かれているのも非常に少ないです。つまり、もともとはアーサナっていうのは、もう一回言うけど、座り方のことだった。でそれからハタヨガが発展していろんなポーズができた。でも初期は多分少なかったので、今いろんなとこで何百っていうアーサナができてるけど、それはだん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 発展したものであって、もともとは少なかったと思います。それからアーサナっていうのはね、結局こういうテキストに書かれてるのは非常に大雑把なことであって、もともとは師匠から弟子に伝えられるものなの。で、それはそのそれぞれの流れでさらに改良されたりして、だからたまにね、アーサナっていうものをすごく神格化してね、アーサナというのは本当正しくやんなきゃダメで、1ミリでもずれたらそれは効果はなくなるとか言う人いるんだけど、そんなことはない。その1ミリでもずれたらって、そのずれてない基準はどこなんだと、何の方を基準するんだと。例えばこのこういった経典にも全然書かれてない。だからそれはどういうことかっていうと、それぞれが掴むしかないんだね。つまりある人が一生懸命信用して、アーサナっていうのはこういうもんだってある程度自分で掴んで、それを弟子に教える。で、弟子は師匠から教わって、で自分でもやってみて、でその中でまた自分なりのものを掴んでいく。だからよくね、ヨガっていうのは、特にこのハタヨガっていうのは、一人一流とか言う。一人一流っていうのは、例えば何とか流とかあるよね。一人修行者がいたら、その人の流派がある。みんなちょっとずつ違うんです。だっていろんな、彼もが違うし、傾向が違うから。だから例えばインドにもいろんなハタヨガの道場があるけど、みんな違うんです、ちょっと。同じ名前のアーサナなんだけど、やり方がちょっと違ったりです。でもそれはそれでいいんです。他のスポーツみたいに、世界共通のオーソドックスなセオリーがあるわけじゃないんだよね。そういうのがボーンってあって、はい、こっからちょっとでもずれるとダメですよっていうのはあるわけだよね。それはそれぞれの体で掴んでいくものだから。だからここに書かれてるアーサナも基本的なものですが、大雑把なポイントぐらいに考えて、実際は我々自身が掴んでいかなきゃいけないということですね。で、アーサナっていうのは単純な体操ではない。単純なストレッチではなくて、気道の浄化とか神経の正常化、あるいは内臓のマッサージ等を狙ってるので、しっかりと正しくやる必要がある。で、ここでもやってる気功ね。気功もこのアーサナのカテゴリーに入ります。つまり、伝統は違うけども、狙いは同じってことね。だからこれはまあ人によって合う合わないがあるから、気功の方がフィットする人もいる。で、ここでどっちもやらせてるのは私の経験からね、どっちもやるとね、つまり例えばアーサナをベースにして気功もしっかりやるとか、まあ逆でもいいんだけど、そうするとね、相乗効果ですごくいいんですね。つまり中国で練り上げられた気功のシステムと、インドで練り上げられたアーサナシステムを組み合わせるとすごくいいんですね。はい、これによってもう一回言うけど、単純に体が柔らかくなるとかいうことではなくて、気道がしっかり浄化され、で現代的に言うと神経、自律神経等がしっかり正常化され、でその自律神経と関係のある内臓系、普通は我々が手を出すことができない内臓系の正常化が行われて、徐々に自分の身体を理解およびコントロールできるようになってきますよというところですね。はい、座り方はいろいろあるけど、ぶっちゃけで言うとね、レンゲ座でいいです。レンゲ座が最高ですんで、レンゲ座ができる人はレンゲ座だけやってれば十分です。でレンゲ座できない人はレンゲ座できるように練習したらいい。だからスワスティカアーサナをやってみたかったらたまにやってもいいかもしれないけど、基本的にはレンゲ座でいいと思います。はい、これはねカイラスでもよくやるけど、これは非常にいい座り方です。これをしっかりやるとレンゲ座とかも組みやすくなります。私もよくこういう座り方したりするけど、何気ない時とかにこういうのいいかもしれない。普通に家でなんか作業する時とか、もちろんレンゲ座だったらレンゲ座一番いいんだけど、これはこれでとてもいい座り方です。この完成形はこのまま後ろでこう手を組むやつなんだけど、手を組まないまでもただこれをするだけでもこの辺の筋が伸ばされたり気が通ったりして、すごくいいアーサーですね。はい。ビーラーアーサナっていう名前もね、同じ名前で違う座り方がいっぱいあるんだけど、ここで書かれてるのは俗に言うとこのハンカフ座ですね。つまりレンゲ座じゃなくて、半分の足だけをももを乗せる、こういう座り方です。これも別に必要ないです。レンゲ座組めばいいわけだから。ただ組めない人は段階的にこの組み方があってもいいかもしれません。はい。実際これはね、腕の太さとかも関係するんで、まあ別にやんなくてもいいです。はい。
これまず手が相当入らないとダメだね。こうやってこう掴んでこのままひっくり返るとでも多分これねみんなできない。柔らかさ以前に手足がある程度柔軟で細くないと肘まないとこうなんなきゃいけない。でもなかなかこれ肉体的条件もあるんで別に特にやんなくてもいいです。はい、これはクラスでたまにやりますね。これはもしやったことない人はクラスでやってみてください。はい、マッチェンドラって魚の王、マッチェンドラの名前がついてるアーサナですね。これはクラスでよくやる背骨をねじるアーサナってあるよね。あれは正確に言うと半分のマッチェンドラアーサナの変形です。こういう形でやらせてるよね。これは私がいろいろやってきてこのやり方がすごくいいかなと思ってやらせてるんだけど、本来の半分のマッチェンドラアーサナっていうのはこういう感じなんです。肘を引っ掛けてこの足首っていうかふくらはぎのあたりを持つの、ね、でこの変形がこうやってグッと入れるんです。で半分のっていうことはハーフマッチェンドラなんだけど、じゃあ真のマッチェンドラーさんは何か。これは難しくてできません。こういう感じでレンゲ座みたいに半分足を乗せてこういう感じでここに腕を引っ掛けてこういう感じね。これは真のマッチェンドラーさん。これは多分普通はあんまできない。やりたかったらやってもいいけど、ここでよくやってるような半分でやっても十分だと思います。はい、でこれを前に続けるならば消化力が強まり耐え難い病の群生を破ると、で組んだりの覚醒を促し頭部の突きを安定させるってありますが、これはヨガの考え方で頭に突きがあると、でそこから甘露が滴るって言われてるんだね。でそれが安定するというかしっかりと活性化しますよっていうことですね。はい、これはいろんな経典ですごく重要視されています。でここに書いてあるようないろんな素晴らしい効果ありますよと。はい、クジャクのアーサナはあんまりうちではやらないけど、これもやりたかったらやったらいいかもしれないね。これはさらにこの変形としてレンゲ座のクジャクのアーサナってあるんだけど、最初はね逆にまあ人によるかもしれないけどレンゲ座のクジャクの方が練習しやすいかもしれない。こういうやつですね。こうやって肘をお腹に当ててこうやって体を浮かすやつです。でこれを普通は足を伸ばしてやる。変形ではレンゲ座を組んでやるんです。これはある程度のバランスと腕の力とかが必要だね。でこれをやるとヨガでやれてるのは消化力が非常に強くなる。でクジャクっていうのは毒を食べるって言われてる。でそれと同じようにこのクジャクのアーサナをやると毒を食べてもそれを消化してしまうほどの消化力が身につきますよというところですね。はい、これはわかりますね。サバアーサナの理想はまず第一段階はリラックスです。どういうことかというと普通はリラックスさえできていない。だから、ね、よくヨガの先生とかでサバアーサナで眠っちゃダメですよって言ってるけど、私はね眠ってもいいと思います。逆に眠れるぐらいならリラックスできてる。ただ意識はリラックスして眠ってても体がリラックスできている人もいる。これはだから体もちゃんとリラックスしなきゃいけないんだけど、まず体をリラックスするのは難しいんだね。完全に脱力ってことを我々はあんまり経験してない。人の寝姿とか見ると結構面白い。なんかさすごいってやって寝てる人とかさすごいある部分に力入れて寝てる人がいるんだよね。つまり力の抜き方をよく知らないっていうか。だからシャバーサナは死体のアーサナっていうように、肉体は完全にスイッチオフみたいな感じで完全に力を抜くと。一つの練習法としてはちょっとテクニック的な話になっちゃうけども、体の末端から中心に向けて、例えばこれはいくつかやり方があるんですが、一つは筋肉に力を入れる。あのシャバーサナ最後でギューってやってパッと離しますよ、ね、あれの部分的バージョンみたいな感じで本当は丁寧にやるんですね。丁寧にやると例えばだけどね、足の親指をギュッと力を入れてパッと力を抜くと、で足首をグッと反らしてパッと力を抜く、でふくらはぎの筋肉に力を入れてパッと力を抜く、あるいは関節の場合膝をちょっと揺らしてパッと力を抜く、こういう感じで足がずーっと上に上がっていって、次は手ですね、指で肘の下の方から力を入れてパッと力を抜く、で上腕に力を入れパッと力を抜く、肩に力を入れパッと力を抜く、だんだん中心に向かって、あと顔もやるんです。顔もグワーってやってパッと力を抜く、あの首筋に力を入れて、最終的に心臓に集まるんですよ。心臓に集まっていって全ての力が消えていくイメージです。これは一つのテクニックです。あともう一つ言えるのは、アーサナっていう範疇で言うならば、アーサナイコール緊張と弛緩の連続なわけですけど、自分のアーサナのポーズの一つ一つをもうちょっと集中して体に力を入れる。詳しく言うとさ、いわゆる筋肉を伸ばすときと、それから収縮させるとき、あるいは力を入れるときと抜くときとかいろいろあるわけだけど、それにメリハリをつけて、緊張させるときはしっかり緊張させ、呼吸に合わせて、でリラックスするときはしっかりリラックスさせるということをアーサナを通じて心がけてやったらいいかもしれない。心がけてやることによって緊張と弛緩のメリハリが取れるようになる。ある意味自由に集中させるときは集中し、そしてリラックスするときは一瞬でリラックスするというか、そのテクニックが身についてくるかもしれない。
これは肉体だね。で、意識においては、まず第一段階リラックスだから、意識がまずリラックスできない人っていうのは、もうすごい緊張しちゃって、はい、何分経ったんだろう、あれ、まだ終わんないのかなとか、なんかちょっと寒くなってきたなとか、いろいろ考えちゃうわけだね。じゃなくて完全に何も考えないようなリラックス状態に。で、ゆったりとした気持ちいい感じになる人もいるだろうし、じゃなくて寝ちゃう人もいるかもしれないけど、寝れるぐらいならいいと。で、よりそこから進んで理想は、一種の瞑想状態。つまり心がリラックスしてるんだが、そのリラックスしてる空間にしっかり覚醒してるっていうか、ここまで言ったらシャバーサナの理想だね。だシャバーサナは我々で一つの瞑想なんです。で、例えば一つのやり方として、もう徹底にムドラやるんです。ムドラを例えば2時間3時間やって、すごい深い意識に入ってシャバーサナする。で、そこでリラックスして深い意識に集中するんです。そうするとガーッと入ってくるんです。で、いろんな経験して帰ってくるとかね。これは一つのシャバーサナの完成形だね。シャバーサナそのものが瞑想状態になんです。ただし実際はシャバーサナの第一目的はリラックスなので、瞑想のためにシャバーサナわざわざ使う必要ないよ。瞑想はやっぱ蓮華座が一番いい、物理的にね。シャバーサナってね、主体の体っていうので分かるけど、死と同じで肉体がほとんど物理的制御がなくなるから、エネルギーが解放されるんです。解放ってどういうことかっていうと、例え話で言うとね、トルシ君がいたとして、トルシ君が例えばお母さんがいるときはお母さんによく思ってもらいたいと思ってすごくいい子になる。でもお母さんがいないときすごく悪い子になる。で、その悪い子になるっていうのは、お母さん以外の家族に対する卑屈さだったり屈折だったりする場合もあるかもしれない。じゃあ本当のトルシ君はどうなのって言った場合、一人になるしかないです。つまり何かの力が加わってるときにはこうなると、違う力が加わってる時はこうなると。じゃあ何もなくなったらどうなりますか。その時に出てくるのがその人の今のストレートなカルマ。例えばもうちょっと分かりやすく言うと、カイラスに来てるとすごく修行する。家族といる時は悪口言いまくってる、ただの悪ガキと。じゃあ本当の彼はどうなのと。例えば何もないヒマラヤとかにポンと置いた場合、さあ何が出ますかと。修行しかないってなるんだったら、それが彼の解放された状態だし、じゃなくて、何もないの、性欲満たしたいよってなるとしたら、それが彼の本性だし。つまり我々は生きてるうちっていうのはいろんな制約を受けている。で、修行も同じで、修行っていうのはある制約をいつもしてる。ただ蓮華座っていうのは物理的に下のエネルギーをこの座り方で止めてるんです。本当だったら下に行くんだけど、蓮華座組んでるから下に行けなくなって、上に行かざるを得ない。よって蓮華座だといい経験しやすい、ね、あるいはウドラーとかも面白そうだね。バンダとか入れると気が上がりやすい。あるいは眉間に集中したり頭に集中したりすると、集中したところに気が集まりやすい。しかしシャバーサっていうのは解放なんです。さあ何もしませんよと。はい、何が起きますかと。だから真言の世界とすごく近いところあるね。だからシャバーサナにはありのままに自分を経験するっていうところはあるけども、よりいい経験をするようなものではないんだね。だからよりいい瞑想するためにはちゃんと蓮華座組んでやった方がいいんだけど、そうじゃなくてシャバーサナの時間とかね、あるいは寝るときにシャバーサナを取る場合は、さっき言ったようにできるだけ意識を透明で静かな状態に保って、しかも覚醒した状態、これは理想といえば理想だね。はい、シッターアサナってこれもいい座り方です。ただ蓮華座でいいと思うけどね。まあ仮に2番目を挙げるとしたら、シッターアサナが2番目に。だから蓮華座組めない人とかはこのシッターアサナ本当はいいんですね。これはこの書かれているように、どちらかのかかとをエイム、つまり正規の下の方に当てて、もう一方をその上に。だから男性の場合は両かかとで正規を挟み込むような感じになるんですね。で、これは結局何をしてるのかというと、エインにかなりの圧迫が加わります。で、スバディスターナチャクラもかかとで圧迫されています。つまりムーラダーラとスバディスターナと下の2つのチャクラをグッと圧迫することでエネルギーを活性化させてるんです。で、それを上に上げようとする。しかしですよ、じゃあ蓮華座は何なんだと。蓮華座はこの座り方によって左右のナーディーを止めてるんです。つまりエネルギーが左右の行き場を失って真ん中に入るようにしてる。で、シッターさんの場合は左右はほっといてる、とにかく下を止めてるんです。下を止めてるから上には行きます。上には行くけどどっちに行くか分かんない。でも達人だから真ん中行くんです。達人だったらこれでいいんだけどでも右とか左とかに行っちゃう人は蓮華座の方がだから達人なのかもしれないね。これはワースの説だからでもそういう感じがする。だから一般的には蓮華座の方がいいと思います。はい、で、この書かれてる心地よいウンマニーの状態っていうのは、これはサマディの入り口みたいな感じで、思考が止まってぼーっとした非常に気持ちいい状態です。バンダトラヤっていうのはムドラとかである3つのバンダね。これが自然に起きる。これはね、実際別にシッターアーサナ組まなくても修行進んでくるとある時期になります。私もよくなりました。普通にしてるだけでうわーっと入っちゃうね。あと歩いてる時とかね。だから気がすごい上がってる時ですね。これは一つのエネルギーが強烈に上がってきた証拠だね。はい、これは蓮華座プラス、ここでは国会上院が説明されてるね。普通は左手の上に見ておいて、親指を合わせてグッと肛門を引き締めて瞑想するという、これは一番いい座り方だね。
はい。これはウルトラみたいな感じだけど、つまりレンゲ座組んで、息を吸ってグッと喉のバンダをして、肛門をグッと引き締めると。心に噛むものタットってありますが、タットってね、直訳すると、それっていうことなのね。つまりこれは唯一の完全なる真理のことです。で、この唯一の真理っていうのは説明できないんです。だからそれっていうしかないです。だからタットっていうのね。はい、バッタパドマーサナ、これは縛りつけるって意味だけど、後ろで手を組むやつですね。これは練習したらみんなできるようになってくると思う。ガーメンにレンゲ座を組んで、前にこう倒れながらやるとやりやすいです。前に倒れて掴んでからグッと起き上がる。これは腕の太さとかも関係あるけど、腕の長さとかね。ちょっとできないなっていう人は足を変えてみたりしたらできる可能性はある。最終的にはどういうやり方もできるようになった方がいいけど、最初はねやりやすい足とかあるかもしれません。これは絶対やんなきゃいけないわけじゃないけど、経験上かなり気が上がります。あとすごく姿勢が良くなります。つまりグイって感じで腰が入れられて胸が広がるから、本当何もしなくてもそれが一番いいんです。ぐっと腰が入って胸が広がった感じで瞑想するのが一番いいんだけど、強制的にギブスをはめられた感じだから、これで座るとすごくいいことはいいね。姿勢も良くなるし、気もぐーっと上がる。これで座るだけでもとてもいいです。だからちょっとあーヌドラ辛いなって思う時は、これを5分ぐらいやるだけでもガーって気が上がるね。はい。これね、他の人にも書いてあるんだけど、レンゲ座っていうのは全ての病気を治すとまで言われてるんだね。で、しかも解脱へと導くと。しかし、がつくわけだけど、くどく抜きすぎ人はそれに成功しないと。懸命でくどくなる人だけ成功する。これはわかるよね。つまり、どんなテクニックがあったとしても、エネルギーとして徳がないと結局何やってもダメなんです。だから徳があるってのは前提です。徳があって、このレンゲ座を含めた様々な行法をなすならば、病気をなくし、かつ解脱しますよということですね。はい。これもクラスでたまにやりますけど、非常に気上がりますね。ライアンの朝をね、何パターンかやり方あります。ここに書かれてるタイプのやり方だけでなくてね。はい。じゃあ一回やってみましょうかね。まずこういう感じで、足首を交差させて、ね、上になってる足首だけ立てる。その辺は自分で調節すればいいけど、かかとが円にグッと当たるようにします。で、肘を伸ばして、膝に手をついて、はい。まずは息を吸って、吐いて、はい。じゃあいっぱいに息を吸って、はい。で、口から息を吐きます。で、口から吐くときに、思い切って舌を出します。恥ずかしがらずに。で、出した後に、こういう感じで、こういう感じ。こういう感じで、わざとグッと眉間にシワを寄せて、眉間にグッと目を寄せます。眉間を見つめて。だから、ちょっと怖い顔になります。あと、指もガーって伸ばしちゃってます。こういう感じでね。で、このまま、クンバカーします。で、バンダをします。ここで言うバンダっていうのは、首を曲げるっていうよりは、グッと顎を引く感じ。で、肛門を引き締めて、グッとお腹を引き上げて、息を吐いた状態でね。これである程度、息を止めたら、グッと舌を元に戻して、顔も戻して、はい、鼻から息を吸います。息を吸って終わりです。ほら、結構気が上がりますね。暑い。はい。しっかりと、アーサナ、呼吸法、ムドラーで、プラーナ、正規に関する法を習得し、軌道を浄化すると。そして、ある程度軌道が浄化されてくると、ナーダウンが聞こえ出します。ナーダウンって、いろんなタイプの音が聞こえてきます。結局ね、ここで言ってることを深読みすると、ナーダウンって何なんだろうって言ったら、軌道を通るエネルギーの音なんです。つまり、管楽器みたいなものです。で、あまりにも詰まってると、それが聞こえないんです。でも、アーサナ、プラーナやムドラーによって、軌道が浄化されてきたと。で、綺麗なエネルギーが通るようになってくると、ちょうど上とか吹いてるような感じで音がする。でそれが軌道の詰まり具合とかエネルギーのレベルに応じてだんだん変な音からいい音に。最初は汚いっていうか雑な金属音だったり虫の声みたいな音だったりするんだけど、だんだんフルートみたいな綺麗な音になってきて、でそれがメロディーみたいになって、これはナード音ですね。でそれが聞こえてきたらそれに意識を集中するというのがここで書かれていることですね。はい。これはもう徹底的な実践主義ですね。つまり、ただ教えを学んで納得してるだけじゃダメですよと。実践しろと。で実践すれば、年齢関係なく、あるいは体が弱かろうが強かろうが、必ず努力によって、シッティ、成就、解脱に達することができるんですよという締めの言葉ですね。はい。で、このハッタヨガの教えの第一章は終わりますが、今日はかなり、ヨガ教室っぽい勉強会です。それはクンダリニヨガの説法でも言ってるけど、肝を浄化するってのもあるし、それから熱を強めると、で熱が強まりきると今度は風に移行する、ね、それからね元素のレベルが上がっていく。つまり我々の存在そのものがレベルアップしていくってのもあるし、あとは熱が強まりきることでクンダリニの覚醒が起きてね、甘露がしっかりと落ちて我々のチャクラとかナーディを甘露が浄化する。この甘露まで至るには徹底的に我々の熱のレベルを上げなきゃ。っていうかね、ヨガでも仏教でも世界は3つに分けて、この我々の住む欲の世界、現象界、それから色界
界無意識界なの。で、この我々が住んでる物質世界っていうのは熱の世界なんです。この熱の世界っていうのは低い、つまり冷たい状態を最悪として、エネルギーレベルがアップするほど熱が高まる。三体の変化とかそうだね。冷えると固まる、温まると上昇する。例えで言うとね、我々は全ては一つだと。それは空間みたいなものです。何の区別もない。でもエネルギーレベルが下がってくると冷えてきて、だん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 液体になってくって水になっちゃうんです。あれ我々なんか水になっちゃった。水になった段階ではこれは一緒とも言えるし別とも言える。半分一緒とも言えるけど分かれることもできるみたいな感じ。さらに冷えると氷になります。氷になったらガチガチの塊になり、流動性がない。そして最初は大きな一個の塊かもしれない。でも何かの拍子で割れたとします、もうくっつきません。これはエゴなのね。つまり我々の意識レベルが下がれば下がるほど個人主義になる。エゴっていうのは強まる。その最たる世界が地獄です。地獄っていうのはある意味冷え切った世界なのね。意識が、ね、熱地獄とかもあるけど、意識レベルでいうと冷え切った世界。徹底的な人への怒り、恨み、批判、これはもう冷え切ってるの心で、私私ってエゴが強まりきってること。でそれがぐーっとエネルギーレベルが、つまり熱が上がるとみんなとの融和みたいなのが出てきて、で意識も上がるから知恵も上がってくる。私もある段階の時は超熱かったし、近寄らないでって言われたもん。物理的になんか熱い、そばにいる。本当だから熱を発してる。で自分も熱いんです。でしかもその時っていうのは何も修行しないでも、レンゲが組んで腰を入れた瞬間にブワーって体が燃え上がる。そういう時期ってあると。それは火から風に移行しようとする。で熱が強まって風に移行するとそれはちょっと収まります。で逆に人によるけど、その人が徳があって軌道が綺麗だったら異様に気持ちよくなる。であんまり徳がなくとか、まだ軌道が浄化されてない場合は気持ちよくはないんだけど、スースーするようになります。逆に冷たい感じがしたりとか、体をスースー風が流れるような感じがして、でこの段階になると、火の段階では異様に食欲が出るけど、風の段階になると逆に食えなくなる。ちょっと食欲がなくなって、ちょっと肉体から離れ出すのね、エンデリング。だ肉体レベルじゃちょっとなくなってくる。そういう進み方をするね。だから細かく言うといろいろあるんだけど、大雑把に言うとこの世は熱エネルギーをアップさせなきゃいけない世界なんです。この我々の住む物質宇宙はね、もっと高い世界に行くと熱とか関係ない世界になる。それバイブレーションとか光だけの世界になってるから、そこまで行くと関係ないんだけど、我々の住んでるここに関してはそういうことで。それから熱が全てを伝える世界だ。熱伝導ってやつだけど、細かいことは抜きして結論だけ言うと、熱、つまり体が熱い人は人に影響を与えます。だからエネルギーが強まって体が実際熱い人っていうのは、例えば私がねガーッと体が熱くなって、で私が怒りっぽいとするよ。そうすると周りの人もみんな怒りっぽいなんです。なんでかっていうと、その熱によって伝わってくる。高い熱の方が低い熱の方に流れてきます。大体そうですよ。例えば壁があって、こっちの部屋は30度ぐらいで、こっちの部屋は10度ぐらいの寒い部屋ですよ。はい、じゃあ壁を開けました。どうになりますか？どっちも中間の20度ぐらいになる。20度ぐらいになるってどういうことかっていうと、つまり高い熱が低い熱の方に移行してるんです。で平均になっちゃう。これと同じで、高い熱が熱の低い人に行くんだ。それと同時にエネルギーも移行するんです。だから高い熱の人はそれでエネルギー奪われてちょっと疲れるんだけど、その高い熱の人の持ってるいろんな傾向が他の人の伝播する。だから最高なのは心を浄化し、熱を強めればいるだけで周りの人はいい影響を受けます。でも心を汚いままで熱を強めるといい迷惑です。だからやるなって言うんじゃないんだけど、だから皆さんが例えばエネルギーの信用ばっかして心が汚かったとしたら、周りの人はいい迷惑です。なんかあの人の近くに行くと怒りっぽくなるんだよとか、そうなってしまう。で逆に心は非常に綺麗だと、でも熱エネルギーが弱いと、これはその人はいい人だけどあまり影響は受けない、みんなが。だから皆さんはいいパターンを目指すといいんだね。エネルギーをしっかり強めて心を清めると。ちょっと話がずれちゃったけど、だから大雑把に言うとそういうことなんだね。この世っていうのは熱エネルギーが高まるほどいいと。熱によって軌道を通して彼も焼くっていうのもあるし、それから熱レベルを高めて風の世界に移行するっていうのもあるし、あるいは熱の高めてクンダリニを覚醒させ上昇させて感路を落とすっていう意味もあるし、いろんな意味でその熱っていうのはポイントになって、ただし修行のプロセスとしては体が冷えることもよくあります。それは左軌道に移行してたりとか、あるいは自分の中でそういう冷たさのカルマとなってそれが出てる時とか、いろんな意味で冷えることがあるんで、修行の段階として体が冷えてきたからって俺は修行が後退したとか思う必要はない。段階かもしれない。でも全体的には熱は強まります。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。